お久しぶりです。変わんないでしょう。これ今日やってんだよ。で、服も変わんないでしょう。でも汚くないんだよ。ちゃんと洗ってるからね。中のやつも洗ってるし、これも洗ってる。洗ってんだよ。そうですよ。ちっちゃな椅子にね、あぐらかいてったらちょっと不安定だから、ちょっとギシギシいってます。お久しぶりです。もう4月ですよ。4月の6日、2016年の4月6日YouTube 触らなくなって、パソコン自体が触らなくなってね、この4ヶ月間でね、アップデートだけをさせるために2、3回ぐらい起動させただけだね。で、今日もアップデートし終わりました。いっぱい来てるんだよ、アップデートが。もうスカイプからなんからね、フラッシュプレイヤー、アドビなんとかフレッシュプレイヤーってやつが、いろんなもんがアップデート祭り。まあそういうわけで、お久しぶりです。何してたかというと、まあ主に寝込んでましたね。寝込んでたり、心配してたり、人に嫉妬したり、人に怒ったり、悲しんだり、切なくなったりですな。まあそういうわけで、コーヒーを飲んで気分悪くなって、ぐらり来たっていうと、ちょっと方言か、コーヒーを飲んで飲みすぎて、グロッキーになってました。飲まなきゃいいのにね、飲まなきゃいいのに、そのやっぱ飲むと目がパッチリってなるしね、美味しいっていうのがあったんでね。なのに そしてその後に具合が悪くなると分かってんのに飲んでしまうっていうね、悪循環をしてました。家から出るのが億劫になってね、全然出てないんですよ。かといってパソコンも触ってないんですよ。ちょっとね、くたびれたというか、まあいろいろあってね、ここでちょっと俺がネットで話せないっていうのはまああれなんだけど、話せないことがあって、それが心配だった、心配だっただった。もう今はもうね、仕方ないかな、仕方ないというか、まあそういうのは流れてね、ある意味いろんなことでまあ大丈夫でしょうと気軽に考えてます。まあそれはね、ほら健康問題とかね、そういう話、俺のじゃなくてね、まあ俺も健康悪いんだけど、俺じゃなくてね、大丈夫かなっていうと、まあ大丈夫って思うしかないんだよね。それはね、そういうもんだからね。というわけで、そういうこととかいろんなことがあってね、パソコンサボってました。みんな元気？ともに行くんだよ。さて、ちなみに、すべての力の源は健康、すべての力の源は体力だってことで、パニック障害だってね、そのある程度体力を引き上げることができるならね、発作のレベルを抑えることができるよ。正確に言うと、発作のきっかけがちょっとね、遅らせることができる。ちょっともう言い方が悪いな。なんていうかね、乳酸、疲労物質の乳酸とかに反応するらしくて、まあ、早い話が、体力が上がると疲れにくくなる。疲れにくくなるとパニック発作も起こしにくくなるということで、必須項目に運動が必須に入ってます。そういうわけで、運動しなきゃね。今日はちょっと頭寒いけど、ちょっと外行っていこう。久しぶりだから、内容はないけど、まあ、いつも内容ないから。お久しぶりーじゃあね。復活しました。また上げていきます。よろしくお願いします。初めての人も、初めてじゃない人も、大塚智則をよろしくお願いします。ではね、またね。